皆さんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。さてさて、本日もどのようなお便りが待ってますか。早速行ってみましょうか。じゃん、ペンネームサンピアさんよりいただきました。サンピアさん、またまたお便りありがとね。とってもとっても嬉しきかなで申しそうろうあげたて祭り祭りございますでございますか。らよくはわからない言葉になってしまいました。そして息も続かなかったんですよ。普段から発声練習とかした方がいいですよね。もうここまで毎日やってますとすぐ声もダメになっちゃいますし、でやっぱり日々のそういう訓練、これが最近必要だななんて思っちゃいます。はい、そんなわけでして、それではその気になる内容拝見いたしますね。じゃん、わあ、なんだろうこれ、なんだろう、まあ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 、すごいらしいことだけは伝わってきますね。とは申しましたが、やはりこれは一体どういうことなのだろうっていう第一印象はそういったことでございます。はい、まあ簡単にご説明しますね。簡単にご説明しますと、ものすごい人のいない家みたいな感じでございましょうか。はい、もうそりゃもうびっくりするぐらい人がいないよみたいな、それぐらいの状態の家なのでございますよ多分。はい、ですからなんなら鍵をかけ忘れてるぐらいかもしれませんね。いや、もっと言えばですよ、もっと言えばもうドアも開けっぱなしかもしれませんよ。そりゃあもうすごいことですから、すごい人のいなさですから、もうでしたらなんならですよ、開けっぱなしな上にウェルカムっていう立て看板すら立っているような、そんな状態かもしれません。もう泥棒に入られ放題ですよね、これ。こういう状態になりましたらとは思ったんですけれども、実はですね、僕この単語ちょっと漢字を見たら守るっていう言葉が入っていたんで、あれ、守るって入っているっていうことはどういうことだろうと思いまして、ちょっと検索でも一応調べてみたんです。するとですね、なんとその人のいない家を守るという意味もあるようじゃございませんか。僕はてっきりですよ、今の今までただ単に人がいない家だと思ってたんですよ。はい、この言葉に番がつくと、ああ守る人がいるなっていう感じがするんですけれども、番がついていなくても守る意味があるんですね、とのことでして、それを考えた場合、もしかしたらものすごい家を守る人、もう家を守る達人の方のことかもしれませんよ。それも思いました。はい、後からですけれどもね。とはいえ、やはりサンピアさんらしく全然わからないです。もう全然これ本当にわかりにくいです。多分ですけれども、あまりお考えにはならずにこれとこれをプチッとくっつけたのじゃないのかなって予測しますが、どうでございましょうか。そんなような気がしますけれどもね。なんて言ったら失礼ですかね。きっとすごい深い意味があると、そう思いますよ。そう思うといたします。そう思わせてください。ということでして、
サンピアさんからのお一言言ってみましょうかね。それでは行きます。サンピアさんよりの一言どうぞ。スーパールスー。